それではですね、これから一級のですね、建築施工管理技師の実地試験の特に、経験技術、ね、これについて説明をしていくことにいたしましょう。でまずですね、この学習の手順なんですけども、まずテキストがありますよね、スーパーテキストがあります。でそこにはですね、今やっておりますこの動画ですね、動画がありますよと。でこの時経験技術の書き方を学習しましょうね、ということです。で、まあ、これを読んでいただければですね、あるいはこれを見ていただければですね、大体みんな書けると思います。まあ、ですけども、この試験はですね、経験記っていうのはこう必修なんですね。必修。で、これがですね、不合格の場合は、この試験全部ダメになっちゃうんです。ということで、必ずこれは合格しなきゃいけないというところが重要なポイントですね。だからこの経験記は合格しなければ、他のいくら試験できても、ね、ダメなんですよ。ですから必ずこれは絶対にですね、合格するためには落とせませんよということですね。ということで、まあ、念のためにですよ、皆さんもできると思うんですけども、一度採点見せてください。ということで、当社の方ではそこに書いてありますように、施工経験記事とですね、皆様のお書きいただいたのを送りいただければ、郵便で送りいただければ、そしたらそれを採点をして、これをお返しして、そして、まあ合否を判定しましょうと、で悪いところを直しましょうと、まあ、こういうような制度ができておりますので、ぜひこれを活用してくださいね。でただこれは期日がありますからね、よくテキストを読んで、大体一月間ぐらいしかありませんので、その間に、ぜひ投稿いただいて、読ませてください。で去年の例はですね、大体1007通ぐらい、1000通超えましたね。ということで今年はぜひ1200通ぐらい、ぜひ読ませてくださいということで、ここのところをお待ちしております。で今日はですね、特にここの書き方について、説明をすることにいたしましょう。でその後ですね、まあ、その他全体的な流れに言いますと、ここではですね、計画とか安全ですね、要するに特に計画だとか安全仮設構造物についてのその安全に関する、まあ、経験記述を書きますよ、まあ、これは大体紋切り型で、仮設道路だとか、ね、足場だとかね、まあ、そういったような事柄についての経験を書けばいい。ここは比較的まあ、簡単に経験のある人はすぐ書けるというようなシステムだと、ね、ここほどシステマティックになってますので、ここはまあ比較的皆さんの経験を自由に書くことができます。まあ、その他、まあ、当然のことながら、まあ、躯体工事、それから仕上げの工事ね、それから特にですね、工程のところでいっぱいもう10年間ずっとこのバーチャートだけ出てるんですね。バーチャートの読み方ね、読み方が出てます。読み方が出てるわけですね。でこれは基本的なところではですね、特に土工事ですね、土工事、とそれから、防水ね、このところをがまず A 問題 B 問題って言ってるんですけども、これ土工事のところだと A 問題、防水のところが B 問題と、まあ、大体この手順さえ覚えていただければここのところは A、B が入ってくる。それからあとはですね、不適当な要するに工事の工期があるよと、ね、工期上適正でありませんよと、そういう場所を見つけてください、不適当な工期を見つけてくださいというようなところが出てきたりします。でこういうところのですね、考え方について、こういうところの考え方についてですね、テキストでは十分示してますからね、これゆっくり読んでいただければ必ず理解できます。ということでこの問題は意外とですね、しっかりテキストを読んでさえいただいたりすれば必ず点が取れる、ラッキーなところですね、ところでしっかりここを押せます。まあ、これでここがですね、この試験の一番のポイントになってきます。ここができた人は大体取れますみんなね、だからここのところはポイントになるということを覚えてください。それからあと法規はですね、これは非常に出るところが限られてますので、テキストでは集中的に説明します。ですからそこだけはしっかりやれば、ここは大体点取れるということで、まあ、皆さんの学習するときのキーポイントとなるのは、やっぱりここはちゃんと得点が取れるようにしてくださいよと、ここをしっかり学習すれば、大体このところ流れ通りいくと思います。まあ、そして最後にですね、平成25年度の、予想問題を挙げておりますので、一つこれもですね、自分で時間通り測定してやっていただいて、そして自分で学習して、で最後にこのインターネットで予想問題はですね、動画の2のところでしっかり学習してきました。こういうことで全体的な流れとしては、
こういうふうな形で合格を取っていきましょう。まあ、こういうことですね。ですから、ここではですね、今日これからやるのは特にこのここ経験記述のこの書き方、これについてですね、まあ、具体例を見ながら書いていくことをいたしましょう。それではですね、今度はですね、このインターネットの動画の位置の講座、経験記述の書き方、これについて見てみましょうね。そうしますとですね、ここの書き方のまずその流れのところにですね、まずは表紙っていうかな、結局その問題のですね、この表の部分をしっかり書かなくちゃ。それは表の部分って何かというと、要するに工事概要ですね、工事の概要をちゃんと書くと。ね、工事の概要を書くということがあります、ね、概要を書いてくださいよ。で、要するにこれから記述しようとする工事の概要はこういうことですよということをまず書いていただく。で、どんなことを書くのかというとね、一番最初はね、工事名を書きます、ね、この時にね、建築工事の名前でないとダメなんですね。例えば土木工事であるとか設備であるとか造園であると、まあ、こういう工事はここで不合格になっちゃう。ここで不合格になると今年の試験は全部ダメなんです。ですから工事名は非常に大事ですよ、ね、特に土木関係の人が受けたり造園の人が受けたり観光地の人が受けたりするときに特に気をつけてここの建築の工事名を注意して書かなきゃいけない。要するに何々建築工事となるようにね、投影してください。ところが重要なポイントです。それから場所はですね、これは番地までしっかり書いてくださいよと。どこで作ったかね、ということで、東京都何々何々町何番地というところまでしっかり書いてください。それからあとですね、葉のところですね、工事内容、ね、これは新築の場合と、それからもう一つ改修の場合なんですけど、新築の場合なんかの場合はその今あなたが問題とした建築物の用途は何ですか、まあ、学校とか共同住宅とかね、図書館とかいろいろあるでしょう。そういう用途を書いてください。それからその構造はどうですかと、要するに RC だとか S 像だとか SRC 像とかいう構造を書いてください。その階数はどれぐらいですか、そして延べ地下もありますからね、地上地下を書いてください。それから延べ面積、建築延べ面積を書いてください。そして、まあ、特に専門工事業者の場合は、まあ、こういうことを書いた後具体的にどれ何について書いてるかっていうのを 見られますので、これはだから特に例えばタイル張りであればタイル面積いくらと、こういう数値をちゃんとここに書いて、専門工事業者の場合は、これぜひ自分が専門工事業者の場合はこういうものを付け加えてこう書いてください。施工数量を書いてください。ね、ということ。それからあとですね、その建物の外部の仕上げは何でしたかとか、それから室内の使用室の内部仕上げね、天井とか壁とか、まあ、そういったものについての仕上げの状態はどうでしたか。こういうことをですね、大体1から6ぐらいしっかり自分が書く工事の概要をちゃんと書いてください。いいですね。そして、例えば改修の場合、ね、もうすでに出来上がってそれを壊して新しく作り変えると、まあ、そういう場合ですね、その建物の用途は何ですかとかね、これも同じです。それから主な改修の内容、例えば外壁タイル張り張り替えですよとね、あるいは内装取り替えとかもいろいろありますね。それから何とか模様替えとか何でもいいです。それからその変えるところを変えていく。そしてあとは施工数量、建物の規模だとか、それから施工数量ですね、ここの施工数量を、例えば、タイルだったらさっき言ったような、タイル4000平米とかこういうこうですね、こう数値をちゃんと書いて、塗装だったら塗装何平方メートルとかという感じをこう書いていただくという、改修工事の場合は改修したところ数量をここに書いてある。そして次にですね、ここはいいですね、ここで工事の概要が大体終わりました。だからこれから書く皆さんが書く論文はこの工事についての論文を書くんですよ。関連がなきゃいけないね、関連が。だからここと関係ないように説明しちゃいけないですよ。必ずここに書いたその工事概要のものの説明が実際に論文の中に入ってくると、こういうふうな関係になってますよと。で、工期で、これはですね、工事ですから、特に一級ですから、まあ少なくてもまあ半年とか1年とかかかる場合がありますね。だからそういった適正な工事の時間を書いていただくということになります。
構の後期はだから、実際の契約作ったわけですから、それの後期を書いてある。これも年と月ですね、何年、要するに平成22年度何月から何度とか月数ですね、まあ、これは書いていただくというような形になります。それからあなたの立場ですけども、ここはね、現場主任だとか、それから現場代理人だとか、それから発注者側の、その発注者監督員だとか、それからまあ安全担当とか施工図面の作成者とか、まあ、いろいろな、あなたが実際にやった時の、まあ、この時の管理的な立場ね、管理的な立場な立場ですよということを書いてます。ですから運転手とか作業主任者とか、まあ、そういうものはダメなんですね。だから管理的立場として書いていただくというところが非常にポイントとなっています。まあ、こんな風にしてですね、ここのところをですね、まずこの表の工事概要というところしっかり、ここもね結構点数高いんですよ。ですからここはしっかりと綺麗な字で、できるだけ丁寧な字で書いていただくということになります。でこれ導入の部分についての説明を終わることにいたしましょう。それではですね、いよいよですね、具体的な書き方ね、論述の方に入っていきましょう。概要が終わりましたので、皆さんの書いた概要についての品質管理、これについていきましょう。ですからまずはこの品質管理をちょっと見ていきましょうね。まず品質、これについて考えていきましょう。じゃあ品質管理はね、どんなものが要求されるかというと、例えば皆さんのやった建築工事の、要するに取り上げた工種、どういう講師についてあなたは書こうとしているんですか。それからその次はね、じゃあその講師の中の、講師の中のどんな項目を取り上げたんですか。取り上げた品質管理項目、これを書きますよ。そしてその後ですね、じゃあどうしてその品質管理項目を取り上げたのかという理由を書くようなことになってきます。そしてね、で具体的にですね、何したんですか、どういう品質が、これを取り上げて、これを品質管理しましたね。で具体的に品質管理の結果はどうだったんですか、まあ、こういうふうなことですね。ですから自分の取り上げた、要するに建築工事の取り上げた講習名と、それからその取り上げた中の品質管理項目と、それから取り上げたその理由、そしてじゃあどうだったのかという結果、ですね。心からの結果は良かったと書かなきゃダメよ。ダメでしたというのはダメ、管理にならないよね。必ずこれはこういうふうに成功したということを書かなきゃいけません。で具体的にね、ここのところ4つ5あるんだわ。だから講習名ってね、この位置を食べて、位置はここ、ね。2番目はこれ、3番目はこれ、ね、4番目はこれと。こういうこと対応してるわけ。だから例えば、どんなことかというと、例えば土工事だったとしましょう。ね、土工事。土工事だったら、例えば、根切りした時の床付けだな、の平坦性と支持力は、まあ、管理をしなきゃいけないということだな。深掘りしちゃいけないよと、掘りすぎちゃいけないよと、まあ、こういうことの管理をしようと、こう考えた。そしたらなぜか、その理由ですね、これは支持力を確保しなきゃいけないな、それから平坦性を確保しなきゃいけないということで、ここの理由としては、要するに床付け面の支持力を確保することと平坦性を確保することをが理由ですよと、このためにやった。だから最後この理由のところはね、こうためと、何々するためと、こう書くの、説明する文章上ね、これは大事よ。文章上書くときに管理項目で理由のところは何々のためだからとか、そういうふうにこうちゃんと書いてくださいね。まあ、それにしてこれで、じゃあ管理では結果どうなるの、これどうやってやったかというと、まあ、バック方のアタッチメントに平型のバケットをつけて、できれいにすくい取って、ね、地盤を見渡さに平坦に仕上げたと、まあ、こういうどういう作業をしたのかと、管理の方法だな、具体的にどういう作業をしたのか、そしてどうだったのか、ここを平坦に仕上げた、ね、だから乱さずにということで支持力があるということ、こっち乱さずに平坦にしてる、こうやって支持力を確保できたし平坦になりましたよと、ここのことを肯定する、ここの文章を肯定してあげる、私はこれを目指して工事しましたよ、その結果、ちゃんと支持力も確保して平坦性もなりましたよ、こういうその対応関係をきちっと書いてあげるという、そういうストーリーだね、要するにね、
ダッド工事についてはそういうストーリーとして考えれば、要するに床付けをしっかりしようと考えたと。床付けって何かというと支持力と平坦性だと。でこれを確保するためには地盤を目指さず平坦性に仕上げたんだ、こういう流れをですね書いてある。だからここは何かって言ったら、取り上げた品質はまあ平坦性でもいいですね。工事の名前で工事です。これは土工事、これをここにこう例えば土工事入れればいい。そしてここのところの管理項目は平坦性と、ね、例えば平坦性と平坦性と入れればいい、ね、でここの理由はここですね。取り付け地盤の支持力と作業によって平坦性を確保しというようなことを各何を確保するためとこう理由を入れる。でここのところにどういう工事をして製材しましたと、ここのところこういう対応関係をこう入れていくだけですから。だからこれは結局は何かというと、ここはストーリーになってるかな、ストーリーになってる。だから土工事においては、要するに床付け面の仕上げをやりたいですよ。だから土工事をするときに、平坦性を確保する、取り上げた理由は平坦性でないと、基礎が傾いちゃいますからね。だから結局こういうの平坦性を確保して、まあ、基礎の安定を図るためで、ここのところは具体的な結果は、こういう工事をすることによって平坦性を確保した。だからこう一つのストーリーとして考えてもらえばいいわけですね。まあ、ここの考え方はね、もう同じなんですよ、いっぱいね。例えばコンクリートいきましょうね。これ全部やるのも時間もあれですから、例えばコンクリートいきましょう。コンクリートのところはジャンカーを防止するとね、これ例えばこういうことを考えましょう。そうするとどうしたらいいかというと、コンクリートの材料分離を防止で均質な品質を確保するため、品質なね、ジャンカーっていうのをこう分離してるわけだから、だからそれをなくしてあげようと。そのためには品質な確保する必要があったから。でどうしたかというと、高い柱の型枠の途中に開口部を設けてね、高いとこから落としたら、ね、材料分離するんだ。骨材とモルタルが分かれるんだ。それを防止するために打ち込み高さを低くしてジャンカーを防止した。どうやったのと、どうやってやったのというその結果を示せばいい。ということで、コンクリート工事、私はコンクリート工事においてコンクリートの軟化を防止するために、材料分離する均質な品質を確保する必要があったと。でそのため高い柱の型枠の途中に、開口部を設けて高さを低くして打ち込んだんだよと。そして軟化を防止したんだよと。こういう一つのこのストーリーの名前だな。コンクリート工事において軟化を防止するため、均質材料分離を防止を確保することが必要があった。だからそのため私は途中に型枠を投げて、低くして打ち込んで、コンクリート打ち込んだ軟化がなくなったと。まあ、こういうストーリーとして、これを書けばいい。だからあんまりたくさん書かなくても、この1年度の試験でこういう問題がこう出てくるので、これストーリーをちゃんと頭の中、日頃皆さんやってますから、それを文章にするだけなんだから、整理しておくだけで書けますよと。例えばこういうの防水工事のこと、ね、防水工事について今私は考えましたと。何かというと、何をやったかというと、まずは漏水防止、水が漏れないようにしましたよ、こういうことを考えました。防水ですからね。そして防水の目的として最も重要な、なんでって品質だからと。これ漏れて一番困るからね、だって防水やるのに漏れたらね、重要な品質だからと、品質管理項目だから。具体的にどうしたのかというと、屋上防水として信頼性の高いアスファルト防水として、アスファルトルーフィングの、まあ、接合部からの漏水を、まあ、防止したと。まあ、要するに接合部のやつに、まあ、注意して、施工した結果、漏れなくなりましたよ。まあ、そういう趣旨のことをストーリーとして、防水工事で漏水防止のために、まあ、品質を確保する目的で、信頼性の高いアスファルト防水として、ルーフィングの重ね幅をね、例えば100ミリ以上の幅を取って接合しましたとか、そういう具体的なことを書いてもいいし、こういう考え方だけ書いてもいいわけですから、ここのところは別に数値が入ってなきゃいけないんじゃなくて、考え方でもいいんです。だから特にここで例えばつなぎ目とかで100ミリと、まあ各100ミリ以上って書いてもいいんですけど、そういうなくても考え方だけを書けばいいというのが、大体この試験の経験記述のところ、特に数値は求められていないというところですね。それからもう一つ、例えばタイル工事、これ見ましょう。タイル工事なんかの場合だと、例えばタイル工事をしましたと。でその時にはタイルの接着力の確保をすること、これは非常に品質管理項目として取り上げました。でこれはなぜかというと、このタイルの剥離をですね、防止するためにやりましたよ。で具体的にどうしたの聞いて、やり方だね、これもちゃんと基準が決まってますよね。貼り付けモーターの使い始めから規定時間内で使い切るようにしましたよ。そのことによってモルタルの接着力を確保できたと。
まあ、こういうのはこの要するに基準を書く面でここいいよね。だからそういったようなやり作業の基準を書いてもらえば一つのストーリーにこうなっていると、まあ、こういうことだ、ね。まあ、こんな風にしてですね、結局あの品質管理では基本的には取り上げたその講師を自分の講師自分なんかありますよね、自分の講師を取り上げて、そしてその管理する項目、例えば防水であれば漏水防止とかね、でそしてなんで取り上げたのか、だって防水工事において防水が最も重要な品質だからと理由がある。で具体的にどうしたのというと、要するにアスファルト防水によって、重ね幅を十分に取って防水あの漏水を防止します。もうそういう簡単な流れだけ書く、難しいことを書かなくていいんですよ。日頃皆さんのやってることを素直にスッと書けば、大体それは論文の形で合格になる。これは実務者であるかどうかというと判定する試験だからね。何も技量を確かめようというんじゃなくて、文章を書くことと、それからあと実際の仕事をしている人だということを判定する試験ですから、高いあの大変なことを書かなきゃいけない。そんなことは日常やってることを素直に書けば大体皆さん合格するんですよね、ということです。じゃあそれではですね、具体例をちょっと挙げてみましょう。はい、それではね、じゃあ具体的に例を挙げましょう。これはね、あの品質管理はあの23年度には出た問題ですね。ここのところ、例えば工事の概要としてね、例えばあの江東区の流域下水道の処理のあの建屋 その建築工事やったんだと、こうしました。で場所はこういうところですよとね、ちゃんとこう住所から番地までちゃんとこう書いてください。そしてまあ工事の内容としては、まず下水処理だとかって処理施設ですね。そしてこれはあの用途ですから、でここにどんな作りの鉄筋コンクリート、地上2階、地下施設と、それから延べ面積はこれぐらいです、であの 外壁はまあこうです、床はこうでした、まあ、こういうことですね、まあ、こういうことをあの外壁とそれからあの主要の室内 の仕上げを書いていただくと。でその工期はこれで書かれました、ね、で現場大臣ですよと、こういうことを、まあ、やった自分の経歴をここに書けばよろしい。だから必ずここではですね、何をあのここのところでは必ずですね、下水処理施設についての説明をこれからやっていくと。でもう限定されちゃう、ここでここ後ろ書くところの内容はやっぱこれの機能に関する、要するに品質管理をあの例えばやっていくということになるわけね。そういうところの縛りがあるんだよね、こういうところはこういう特徴がだから、考えていけばいいと。そしたら例えばあの処理場っていうのはさ、水溜めてあるわけでしょ、要するに水が持ったらまずいわけだよね、まあ、そういうような水槽 その防水だとかコンクリートの性質もあの対防水性のあるものでなきゃいけないね。だからそういう観点に立って説明していくということになる。普通の建築なら普通通り書けばいいので、だそういう違ったところを取り上げたときはちょっと注意してね、書かなきゃ、項目を取り上げるときに注意しなくちゃいけない。例えばこういう処理場のコンクリートのところではですね、特にこの水密性を確保しなきゃいけない、こうしましょう。水槽のコンクリートなので水密性を確保する。普通のコンクリートだともう何書いてもいいんですよ。だから特殊なところを書いた人はこういうとちょっと気をつけなきゃいけない、ね、例えば品質の目標、水密性の高いコンクリートの確保、ね、それから重点的な管理項目、これは要するにするためには空気量が穴がいっぱい入ってちゃいけない、コンクリートの空気量を抑制しましょう。工事の名前としてこれはコンクリート工事だ、ね、これはすぐできるでしょ。そしてその重要項目の定めた理由と、あとこれはひび割れが軽減したりするために、ね、乾燥収縮を抑制しなくちゃいけない、ね、乾燥してひび割れいっぱい入っちゃうとまずいので、そのために空気量をコントロールしましょう。で空気量どんだけあったらいいと、すると大体これは 4.5% 以下にするとひび割れを抑制することができる。乾燥収縮率を抑制する目的、これ難しいことを書かなくていいんですよ。あの乾燥収縮を防止するために空気量を 4.5% 以下にしたと簡単に書いてくると見て、こうちょっとかっこよく書いてますけど、自分の言葉で書いてくると十分 OK なんですね。ということで、これも 4.5% 書かなくても基準値以下というふうな書かれたときにですよ、ね、基準値以下の値で、要するに制限してやったということが分かればいいわけだ、というようなことで、ここのところを項目別に、ここのところちょっと都市によってですね、順番が変わっていくんですよ。一番最初に講師名が出てきたりする都市もあるし、ね、これいろいろ順番を入れ替わりますよ。だいたい書かせる内容は、だいたい基本的にはこういう実施した内容と、それから、もうこの要するに品質管理項目、この辺はもう決まってます。だから工事名、この講師名ね、
更新名、これどこでどういう順番で書くかと、この都市によってちょっと順番が入れ替わりますけど、だいたい出る項目はだいたいこの、1,2,3,4つぐらいかな、ここでは3つにまとまってますけど、だいたいそれぐらい あのところを整理しておけばいいと。それからもう一個、この水槽のコンクリートは今度はこっちが固体関係ですね。でこっちがちょっとあの今はあの防水性能ね、こっち側はこの水槽のコンクリートの防水性能、まあこれは普通はあの水槽の場合はあの計算室の系のこの塗布防水っていうのをこうやるわけですね。でその時の目標は水槽からの漏水を防止することですよと。そして、次は重点管理目は塗布防水っていうのはこれ粉体量どんだけこう塗ったかっていうことによって決まるわけだから、でこの数量管理しましょうと、こういうわけです。で工事は当然これ防水工事ですよとね。そして重点管理群を使用する粉体の量で防水の性能を決定されるか、なんでこれ管理したの、これはあのこれでよって決まるからだということをここに書けばいい。で実際どうやったか、これ実際にやったことだからな。だから1回、目はあの 0.6 キログラムパー平方メートル、第2回目 0.8 キログラムになるように、まあ、計量して、値を飛びした、まあ、これもここも第1回目は第1回目、第2回目、所定の量をと書いても別に構いません。数値が分かったらまあ数値は別に構いませんけど、これは所定の量をというような書き方でもいいわけです。所定の量を第2回に分けて年齢も出てやりましたよと。こういう書き方でいいわけです。決して難しいことはありませんね。こういうふうにして項目を立ててやっていけばよろしいと。こういうわけです。あと一つですね、この品質管理について、設問2というのがこう出てくるわけです。でこれ大体ですね、どういう問題が出てくるかというと、特にこの品質管理についてはですね、ここでは組織的な品質の管理方法ね、ということ。これはもう基本的にはこの全社一丸となってやるというまあ基本的なあの考え方を書いてある。だから協力会社の参加をによってですね、まあ、一体となってまあ品質活動をやらない。だから実際に作り込むのは下請けの人が作るわけですから。だからいくら元請けがしっかりした人が言っても実際に仕事する人が具合が悪いから悪いわけで、だから一体となってなきゃいけないというところを、まあ、建築の縦の系列をしっかり理解しないといけないんで、こういうことは分かってるから協力会社の協力を得て一体となって品質管理をするんだ、これは大事ですよ。だから良い品質の建物を提供することはどんな意味があるのかとね、これもよく仕切っております。これはあの社会資本の充実だけじゃなくて会社の信頼が取られると、いいものを作ったらね信頼されるよと、まあ明日の仕事になるわけだね、だそういうようなところを書いていただくというところが非常に大事なで、特にこういうその品質についてポイントとしてはね、こういうの頭の中に入れていて、品質で何か出てきた時はこの ISO っていうのを考えて、 ISO、ね、でこれ何かというと継続改善するシステムを考える、いつも改善するシステムを考える、どんな工事をしても次はどうすれば改良されるかということを考えるということの、これがね、これを狙って試験出してるんです。これ品質管理 ISO 9000 の精神を試験出してるんですよ、ね、考え方を出してる。だから常にシステムを改良するという考え方、一体としてシステムを改良していく、こういうことを書けばまず間違いないという点になってくるわけですね。これでですね、品質管理の書き方について説明あることいたしましょう。それではですね、今度は工程、それから品質、これが合理化って言うんですけどもね、合理化の場合は普通は工程管理と品質管理が、ね、くっついてる、まあ、メインはでも工程なんですけどね、今年度もですね、今年はこれ出てくる可能性が強いんで、ここしっかり、学習をしてください。それではですね、まず今度は工程関係、施工の合理化について、まあ、具体的な経験を2つ書きなさいと、まあ、こんなパターンで出てくるんですね。そして当たり前ですけど、まあ、取り上げた要するに工種名、防水工事だとかコンクリート工事だとかっていうですね、工種名だな、まあ、こういうものか。でなぜ合理化したのっていうですね、まあ、で時間の場合ですから合理化だと、例えば工期が前の工期が遅れてたからとかね、納入が遅れたからとか、
天候が悪かったかとか、まあ、いろんな理由があるじゃないですか。そういうような原因をここに書くと。そしてじゃあ遅れたんだから具体的に合理化して短縮しなきゃいけない、ね、だからどうやってやったのと方法を書きなさい。じゃあ何かやったんだよ、じゃあどうしてそれが合理化なのっていう理由を書きなさいと。ちょっとこれ逆転するんだ、こう、ね、品質の場合でね。ということでここのところはちょっとあの順番が入れ替わったりするところありますけども、基本的には講習名と短縮に必要な原因、なんで短縮する遅れることになったのか、じゃあ具体的に遅れをどうやって回復するのかと、ね、じゃあそれが回復する方法は何でこうあのこうその理由のあの短縮されるのかという理由は何なのか、この4つをですね大体書くというようなことになります。じゃあ具体的に見てみよう。さっきと同じでね、要するにどうするか、これはいいでしょ、講習名、これ片輪講義だとか土講義だとか稚魚講義だとかね、それから仕上げでいけば防水講義だとか、石講義だとか講義書けばいい、一つだな。で合理化するその原因というのはこれはいろいろあるでしょ、先行作業、例えば値切り作業の工事が遅延したからとか、悪天候でさ値切り作業が遅延したからね、それから用地取得が遅れたからとかさ、あの鉄筋工事で悪天候で鉄筋が組み立てられなかったとかさ、コンクリートだから発注者から変更があったとね、変更がありましたよとかね、まあ、こういろんな理由があるでしょ。じゃあそれでじゃあこれこういう理由をですね具体的にそのあの処理しなきゃいけない、ここは処理だよな、具体的な方法でもって合理化する、合理化するということは時間を短縮するということだな、短縮する。例えばこれだ、転用型枠を捨て型枠に変更、だからここするときは何かから何かに変えないと合理化していけないわけだよ。前のままじゃダメだからこう変化しなきゃ、変えなきゃいけない、ここがポイントだな、変化をさせる。だから転用型枠から捨て型枠に変更しましたよっていうのが具体的な方法ね。だからじゃあなんでこれ変えたらいいのっていう理由はこっちだな。これはあの型枠取り外し工程が省略できるから工程だし、捨て方枠だから作っちゃったらもう取り外さなくていいわけでしょ。だからあの省力化できる、省力化ということは作業が省略できる、省略できたから工程が短縮されますよね。型枠取り外しの工程が省力化できるから工程短縮になるよと、こういう流れだな。例えば型枠工事において先行工事が遅れたんですよと、そのために短縮を回復するために私は転用型枠を捨て方枠に変更したんだと。なんで変更したらいいのっていうと、これは捨て型枠ですから型枠の取り外す作業いらないんだよ、省力化できる、だから工程短縮になる、こういう一つのストーリーとして考えてもらえるな、型枠のストーリー。あと同じだね、同じように考える。例えばこれだ、鉄筋考えてみような、鉄筋工事、悪天候による要するに工程で工事雨降りが多くて遅れちゃったよと、でこういう時どうするの、でこれはガス圧接継手を何からね、機械式の継ぎ手に変更しましたと。機械式ガス圧接ベーッとするところをですね、これ機械式に変えたと、機械式に変えました。じゃあその理由は何なんてね、でこれはですね、要するにこの機械式継ぎ手って機械でつなぐわけですけど、別に溶接ガス使うわけじゃないから天候に左右されない、だから天候の影響はないね、だから予定の通りに鉄筋の継ぎ手が加工できるからできるよと。ということでこれガスは雨降ったらできないんだからな、これは雨降っても消毒できる、だから要するに天候の影響はない、だからこれは、工程が安定する、だからこうした、悪天候の時でも遅れたんだったらまた悪天候になるかもしれない、だからこの工程に切り替えることによって鉄筋がついてはちゃんとできるよ、このストーリーだよ。だからな、鉄筋工事において悪天候で遅れた場合についてはガス圧接を機械継ぎ手に変えて悪天候の影響を除去したと、まあ、こういうストーリーになるわけだ。でこれであの論文この通り書けばいい、鉄筋工事はここね、というふうに悪天候のこの求められたところにちゃんとこの文を大体ストーリーさえ作っておけば大体いいわけだな、まあ、こういうふうにある。それからあの防水工事なんかの場合もまあ同じだな、防水工事なんかの方も同じように悪天候による遅延、特に防水なんかね、雨降ったと作業できないんじゃないですかね、まあ、そういったところの遅延がありますよ。それからあのこれはそうしたら工期短縮しなきゃいけないかな、これアスファルト防水の密着工法を回出アスファルト の防水あの当地工法に変更した、要するに何から何に変えたのというね、要するにこれはあの密着工法を当地工法に変えたと、これからこれに変えましたよと、
じゃあなんでそれ変えたらいいのっていうと、カイスターアスファルトの統治工法っていうのは工程数が、工程数がアスファルト防水の密着工程が非常に短くて済む。工程数少ない統治だろうというと、あの接着剤がついてるか後ろにね、あのアスファルト溶かしてこうくっつければいいわけだから、溶かすだけで終わりだすぐで、工程数が少ない、工数が少ないので工程短縮にできるからと、まあ、こういう理由でこれからこれに変えた。ということは比較的この、防水工事においては悪天候が続いたんで、なんか変えないと工事に間に合わない、だからこれ密着工法を統治工法に変えたんだ、なんでいいのか変えたのかといったら、これはあの工程数が少ないのですぐ施工できるからだと、ね、1日の施工量多いからだと、こういう一つのストーリー考えていいわけ。いいでしょ。こういうふうにして一つの自分の行為だけのストーリー考えていいわけだから、たくさん他の講師、人の講師考えなくて、自分がやった講師で得意の講師のところだけストーリーをちゃんと考えておけば今年はいいわけね。じゃあその続いてですね、もう一個他のところをちょっと見てみましょう。はい、それではですね、今度はちょっとタイル工事をちょっと見てみましょうか。タイル工事ね、タイル工事はですね、合理化するのしたかというと、発注者の材料変更に伴うタイル納入が遅延したと。要するにもうちゃんと予定しておいたのに、発注者はですね、いやこれ困るな、これこんなタイルにしてほしいなんていうふうに言うわけだ。そしたらまた納入から始まるわけだ。そのために送りましたよ。これよくあることです。発注者の要望による変更、もうこういうことを書いてもらえる、使えますね、いろいろね。別にここだけタイルじゃなくていろいろ使えるじゃないですか、まあ、こういうことをちゃんと書いてある。そしてじゃあどうしたらいいか、タイルを早くするのはどうしたらいいか、これをほら密着張り工法を、これあのタイルの型の先付け変更、まあ、最初からタイル貼っ付けたやつも入れちゃったら貼らなくて済むんじゃないですか。そういうふうなことをして工期を、これはタイルを貼らなくてね、現場でもう工場で貼ってきちゃっても、もうつけるだけだよというようなことをやれば工程短縮できます。そんな難しい話じゃないでしょ。だからタイルやってる人なんかしょっちゅうやってるでしょうから、そういうねの材料変更、こんなタイルでこっちやってくれと突然言われたと、それはもう工期はないわけです、後ろはね。そういう時にはだからこういうの変更して、そして工期を短縮できました。これ一つのストーリーをあの考えていけばいいと。これは工程管理ですよね、そういうことになります、まあ、こういう考え方は中心が大体、今年なんかちょっと出てくる可能性が強いので、しっかり自分のところの2項目ぐらい押さえてくださいよね。2つ押さえていただければと思います。それでは続いて具体的なその記入例、これちょっと見ていきましょう。それではね、記入例見ていきましょう。でここではですね、これ平成22年度の問題なんですけども、今年はこのスタイルが出る可能性が非常に高いですので、こういったところもしっかりと理解しておいてくださいね。で例えば工事名書きますよね。そして、番地までしっかり書いていただきます。そして、まあ、これはあの用途は図書館で、鉄骨層で、3階でしっかり2階ですよと、斜めこんだけですよね。そ外壁はこうですよで、部屋の各部屋のね、ローリングから石膏ボードを仕上げました。それから工期を書いてあるね。それから作業、まあ、これは大体自分の工事やったことですから、大体すぐ書けると思いますね。でここではですね、どんなことを言うかというと、要するに工事の施工の合理化の事例を書きなさいと言われてね、事例を書きなさい。でさっきだと例えば言われた順番として工事とか、あるいは部首ね、あの部位なんかを書いて、例えば山止め工事、まあ工事は山止めの工事ですよ、まあ、僕しました。そしたら実施した内容は何が書いたかというと、水平切り張り工法を地盤アンカー工法にとにかく変えましたよと、ね、実施した内容何したのと、 A を B に変えたと、なんで合理化になるかと、これ理由だな。これはアンカー工法の方が切り張りがないから作業空間が広く、地下掘削の工程、それから地下の躯体の工程が大幅に短縮できる。切り張りがないから簡単にこう上げ下げできるから、より地下の作業には高速ですよということで、これを変更しましたということなわけね。で次はね、今年ちょっと注意しないといけない工程だけじゃなくして、品質を確保するということも大事なことなんで、今年はこう合わせてこう出てくるというところをちょっと注意しよう。だこう品質、今工程のところ分かりましたよね。じゃあ広がったら、あの工程も品質も同時に変えていくということで、作業空間が広く、作業の視界が確保されて、ゆとりを持って作業できると。
よってその品質の確認が容易にできたからですよということで品質も確保できます。だから合理化、時間の短縮と品質の合理化なので確保、まあ、この2つをですね書けるように整理をしてだここでポイントね、工程短縮になる理由と品質確保で理由、これを合わせてこれを合理化というふうに考えてください。今年ね合理化ってだいたいこういう傾向で試験で、だから時間とそれから品質、これを2つセットで整理してくださいよと、でこういう考え方をしました。これは具体の例だな。仕上げの方見てみよう。ガラス工事ね、ガラス工事はですね、現場でのサッシのガラスの取り付け作業を、これは工場はめ、これはめ込みです、工場はめ込みサッシに変更したということで、現場で実際こうガラス入れてたんだけども、これはもうとても間に合わないと、そしたらあらかじめ工場でガラスを入れて運んで、取り付けるだけにしようというふうなことです。合理化となる理由はですね、ガラスを現場でサッシに取り付ける作業の工程が省略された、現場で入れなくて済む、ね、だからその変更したことによって工程が短縮されるということだ。いいでしょ。だから、これは現場ではそのガラスはめてなくて、工場で運んできたやつを、はめたやつを入れると、まあ、そういうふうにして工程を省力化できたわけ。だから工程は短縮できました。で、これは工程管理の理由になる。じゃあそっちは品質をどうやって良くなるのということだな。現場で留め付けるよりも、この足場の良い工場でしっかりガラスを留め付けた方が品質が良くなるよね。だからそういうことで、要するに現場で留め付けるよりも足場の良いその工場の方が施工品質の確保がしやすいからだと、まあ、こういうようなことを考えれば、品質が工場で出た方が工場品質の方がいいですよと、まあ、こんなことを書いてもらえばいいと。これも一つのストーリーでしょ。ガラス工事でね、工期が何らかの理由で例えば遅れたんだと、遅れた理由を書かせる時もあるし、書かせない時もあるわけだな。まあとにかくガラスが何か、お客さんの都合で遅れた、なんとか前の工事が遅れたことで、じゃあなんとか短縮しなきゃ、合理化しなくちゃいけない。その時にはサッシをですね、はめ込みの工場はめ込みサッシを持ってきて入れました。時間短縮したというようなことを書けばいい。もう一度、品質は何で良くなるの、品質も工場の方がいいですよと、まあ、こういうことを書けばいいと、こういうことですね。ストーリーとしてちゃんと考えて、あとですね、こちら側のところで、ね、2番目の問題が説問にありましてね、次は施工の合理化のこのあなたの経験したその概要に書いた工事以外の工事でもいいですよと、ね、経験した施工の合理化の例を書きなさいと、こういうので他の例、ね、上の例以外の例を書いてください。ということで、例えば鉄筋コンクリート の張り切りのですね、現場組み立てをヤード組み立てとし、クレーンで吊り込み変更したと。要するに現場でね、いちいち鉄筋組むんじゃなくて、ヤードでの広いところで全部鉄筋組んだやつを組めたやつをバーッとクレーンで吊り込んだだけだということで短縮しました、合理化の件ね。で、その理由は当然広いその空間で鉄筋が正確にその組み立てられて品質を確保できる上にね、で工程も短縮できますよ。こういう、ここでポイントは品質を確保し各工程も短縮できると、こういうその2つの考え方を整理しておかなくちゃいけない。ここでしたら品質工程ということで、品質も良くなるし工程も良くなる。それからもう2つ目、スラグに用いる金属製の型枠をね、デッキプレートに変更したと、ね、金属製型枠をデッキプレート捨て型枠だからね、これ変更したと。そしたら型枠の省略した理由としては、型枠の撤去がいらない、省力化できる。でスラブ の品質をね、これ容易に確保する、もう据え付けたままですから動かさないので、これは品質も良くなるし工程も短縮されるということで、ここもこの2つの立場を整理した。特に今年はこのような2つの問題や書き方を整理をしておいてください。それではですね、今度は建設副産物、これについての書き方で説明しましょう。でこの建設副産物 の対策、これ実はこれ24年で去年ですね、去年この試験の問題、説明した私がちょっとこういう順番で、学習はどうですかという提案をしていた、この通り、ね、試験が出ましたし、この去年この講義を受けていただいた方は多分全員これ通ってたと思います。線斜めがありましたけども、採点させていただいた、見ていただいた方はもっといらっしゃったと思います。ということで今年はまあこれ出るかどうかちょっと分かりませんけど、答
今年はね、さっき説明した、さっき言ったね、要するに合理化、これを一つね、中心に学習されたらどうかなと思います。まあ、去年は私はこれだなと思って、これをしっかり説明いたしました。まあ、とにかく、全体として知っておかなきゃいけないので、これについて説明しましょう。で、この建設産物の対策ってもうところは決まってましてね、対策は要するに現場で出た、そういう建設副産物をどうするのかということですね。これはですね、まず発生を抑制する努力をしよう。これ一番ですね。そして出たものはしょうがないから使おうじゃないかと。これ再使用ね。リユースですね。で、そのまま使えないので、リサイクル、要するにちょっと加工して使おうじゃないか。再生、リサイクルして使おうじゃないか。木材なんかの場合はもう使い物になりませんっていう材料についてはこれ燃やす、熱で回収する、ね、サーマルリサイクルって言うんですけども熱回収する。それ以外にね、例えばペンキについては木材って勝手に燃やしたらあれでしょ、有毒ガスが出るから燃やせない。そういう建設混合副産物みたいなものは埋め立てるしかないんですよ。使っちゃいけない、燃やしちゃいけない、そういうやつは埋め立てる。だから適正処分って言うんですけども、適正に正しく処分をしてください、埋め立てしてくださいというようなこと。ということで、各皆さんの現場で発生した建設副産物をいずれかによってこう処理して整理をしていきましょう。で、その時にあなたはどういうこと、そのあなたの工事ですよ、あなたの書いた工事概要においてどういうことをやりましたかということを記述すればいい。の形が、例えば取った対策にこれだな、ここの対策名を書き入れて具体的な建設副産物の名前、鉄筋だとか土砂だとか何とかいろんな副産物を書いていくと。で、それはどうやって使ったのとかのいろんなことをこう説明をこうしていけばいい。こういうことですね。ということで、基本的には発生抑制、再使用、再利用、熱回収、埋め立て処分、この5つですね。これが処理する方法なわけです。ですから、建築の現場で出たそういう建設副産物はこういう手法によってですね、減少させるということをしなければならないということは義務付けられてるのが技術者に。だからこれ出てくると、こういうことです。例えば建設発生、現場から出た土ね、これ発生抑制しようと。例えばこれは軟弱地盤だったらセメントとか石灰と入れて安定処理してね、これをまあ現場で使おうと、まあ、そういったような外へ出すことを抑制するね、要するに発生と抑制する、現場から外へ出せないでできるだけ現場で使うと、まあ、こういうようなやり方をするというようなこと。だから例えばこういうベントナイト液で場所宇宙の液体がありますね、公平気保護するような、でこれは再生利用として土としてです、ね、これ水を脱水をして、そしてまあ造園の土なんかに利用できます。それから再使用として、その例えばベントナイト液そのものはですね、少し炭酸ガスを購入して、回復させる、そして、それを再使用して、まあ、有償売却すると、まあ、そういったような、まあ、再使用の方法がありますし、まあ、いろんなその材料別にある、ね、それから例えばコンクリートからみたいなものはですね、これは中間処理して壊して、そして適当な流土にして駐車場の骨材の材料として使っていこうと、まあ、こういうような骨材として使っていく、まあ、それとコンクリートも一緒です。ただこれ石膏ボード、廃石膏ボードみたいなものはですね、これは有害物質ですから自分で勝手に現場でできない。こういう時はですね、メーカーと提携しているところに、まあ、運び込んで引き渡して最新化してもらうと、まあ、こういうような自分じゃできないけどこうメーカー側にしてやることによってやりますよ、まあ、これも一つの再生リサイクルになってるね。だから熱回収とか、ハイプラスチックだとか、例えば木くずなんかはこういうね、熱回収ね、発泡スチロールのくずとかペレット化して、まあ、有償売却したりする。今度木くずはですね、これの場合は例えば熱回収をね、こういうふうなことのところにチップにして、まあ、サーマルリサイクルで、これをこうね使っていくこともできると。まあ紙くずも同じですね、再生利用、段ボールなんかに再生使用したり、あるいは熱回収したりすると、まあ、こういったような形でですね、何らかの形で、再利用、あるいは再使用、熱回収、まあ、究極的な埋め立て処分と、まあ、こういった感じでですね、整理をしていくということで、まあ、大体3つが1つ整理していただければと思います。では具体的にどうだったかということをちょっと見ていきましょう。はい、それではですね、これは去年出た問題ですけども、まあ、ここにも同じくね、建築工事名を書いて、場所を書いて、そしてこれは学校ですね、そして、
構造を書いて、延べ面積を書いて、まあ、仕上げの状態を書く、そして工期を書いて、立場を書くと、こういうことですね。で、じゃあ問題の1のところでは、建設副産物の対策した事例ということで、まず一番最初、これはですね、ここにある発生抑制、ね、抑制のところ、これは例えば鉄筋工事と書いて、実施した内容は、鉄筋は工場組み立てとして副産物の発生を抑制した、ね、これ抑制だから、だから現場で組み立てじゃなくて切れ が出ますよね、工場で組み立てしまう、そうすると、現場ではそういうことは発生しないということで抑制できますよ、現場で の副産物を発生抑制できます、ね、それからどうだったかというと、鉄筋の組み立て時間が短縮され組み立て精度も良かったと、まあ、こういう良かったということをちゃんとここで示しておかなくちゃいけない、ね、それから例えば例えば、再使用の例だと土工事なんかね、例えば土工事ということで学校のグラウンドの凸凹へっこんだところに盛り土したと、ね、で結果としては掘削残土で、ね、掘削残土を再使用してグラウンドを補修して喜ばれたというようなことを、そっち余りますよね、捨てなきゃいけない、そういう搬出を再使用するということをもう一回使うということをグラウンドのへこんだところを埋めてタンパーでこう締め固めて盛り土しました、まあ、こういうようなことで再使用する、それから再生使用としてこれはリサイクルですね、例えば外交工事、舗装なんか の舗装なんかのね、再生する、例えば旧舗装ですね、昔の古いところの舗装の部分をですね、旧舗装をですね、ショベルアタッチメントで破砕して、この路盤材料として使っていきました。どうだったのかというと、要するに道路の路盤材料として有効に再利用できた、まあ、こういうようなことで、古いその材料をですね、細かく砕いて路盤材料として再利用することができました。こういうことを再生して利用していく。ということで、これアタッチメントで破砕してということを再生して使いました。こういう書けばいい、ね。熱回収も一緒ですね。熱回収も、まあ、木工事の場合だと、熱回収で環境負荷に役立った。まあ、こんなことを、まあ、結果として書けばいいと、ね、いうことです。それから適正処分としては、例えば解体工事。いいね、例えばペンキのついた木くずとか紙くずね、こういうところは管理処分型のところに、埋め立てるということしかないわけですね、こういうような形で適正処分するようなのはそのまま再利用できないような再生利用できないようなのについてはもうこう埋め立てるしかないということですね、ということで、再資源化できないような廃棄物を、まあ、適正処分とか、この言葉、ね、適正処分、正しく埋め立てる、ね、管理型とかそういうどこに埋め立てるかというようなものではね、適正に処分しました、こう書けばいい。それからあと一つですね、特にこういう環境が出た時は問題として出るのはですね、これ以外に地球環境の保全ですね、これは今度出てくる地球環境 CO2 の、 削減対策ね、建築工事においては CO2 の削減対策、これがまあ環境の問題と出た時はセットで出るわけですね。例えば地球の温暖化を防止するのにどんなあなたは現場で取り組みをしましたかというわけだな。例えば建設機械は排ガス対策付きのものをしようと、で現場で使うのにね、排ガスの少ないようなそういう対策された建設機械を使って私は工事をしました、もうこれで地球温暖化の抑制に協力しましたよと、まあ、こういうことですね。もう一点はですね、この熱帯雨林の減少と、これ試験問題でここ与えられてるので、熱帯雨林とかここはだからここ書かなきゃいけない。これはだから熱帯雨林というともうすぐね、型枠、木材の型枠、これを変えるという、熱帯雨林の木材型枠、ベニヤだな、厚いベニヤ、これは必ず構成型枠等に変えてしまう、これを変えてしまう、ね、何回もリサイクルできるようなものに変えてしまうということで、これを使用しない、まあ、そういうことを書けばいい。そしたら結局 CO2 の削減などが熱帯雨林の保護に伝わりますよと、まあ、こういうことを書けばいいと。まあ、環境出たときは大体セットで超えてますね。まあ、そんなところを少し整理しておいてください。ということで、ぜひ、こっちに書いてですね、論文を書いて私のところを送っていただくと。そしたら、合否の判定をしたり、まあ、いろいろご注意するところだったら、コメントを書いていたしますので、一つよろしくお願いします。お待ちしておりますので。ではこれで説明があることにいたしましょう。